昨日レーザーテックが急落しましたので、緊急で私動画を配信させていただいたんですけれども、結論としては3000億の売上の予想に対して1800億はいけるけれども、1200億については今期の売上の見通しとしてはそこを減らしてしまうということで、まあ、売上が大幅にダウンするんではないかということでですね、 13% を超える大幅な下落になったのは皆さんもご存知の通りですね。本日ですね、レーザーテックの株価はですね、今現在で 3.45% 高の760円高といったところで切り返してはおりますが、もちろん昨日の 13% を超える下げからするとですね、まだまだ戻りは弱いというふうに見ている方の方が多いんだろうなというふうに思います。一方ですね、まあ、アメリカではですね、いろんな会社の決算が今どんどん出てきているんですけれども、インテルとですね、AMD のこの決算がかなり間違っているのは皆さんご存知の通りです。やっぱりですね、インテルの場合はどうしても価格競争力がなくてですね、値引き販売をせざるを得ないということで、なかなかですね冴えない業績なんですが、一方で AMD について言いますとですね、ものすごいやっぱりサーバー向けが堅調でですね、値下げをしなくていいと、1、3月期の予想については懸念されていた水準よりも良好な売上高見通しをしたということで、株価極めて堅調な状況で、またソックス指数も本日ですね 5% を超える上昇になっているのは皆さんご存知の通りです。2023年を通して半導体のですね、市況は前年に比べると落ちるというのはもうこれはコンセンサスなんですけれど、実はもっと先を見ているわけでして、で昨日のレーザーテックのですね、アナリスト向けの説明会の中でもレーザーテックのですね方がおっしゃってる内容を精査して見てみるとですね、これは昨日私が申し上げたことと同じことの繰り返しにはなりますけれども、6月末までに売上がどうも立たないかもしれないので、7月以降にずれ込むということであってですね、消えてなくなってるわけではないということですね、これをご理解いただければと思ってます。おそらくですね、競争力が極めて高くて他とですね負けることがない、他社に競争で負けて売り上げが減ったのではないということですね、これを理解するならばですね、レーザーテックは昨日も買いだったし今日も買いであろうというふうに思われます。見通しとしてはですね、まあ、まずは2万4000円を超えてこないといけないということになりますけれども、おそらくですね1月の安値をまだ割れてないところを見るとですね、これだけの大きなですね材料が出た中でも1月の安値を割れずに今日切り返してきているということからすれば、昨日はレーザーテックのまたとない買いチャンスだったんだろうなと、まあ、昨日申し上げた通りでやっぱり良かったんではないのかということをですね今日また改めて考えました。とはいえですね、このところずっと申しておりますように、まあ、節分天井彼岸底っていうこともあるので慎重には対処したいところなんですが、半導体関連で特にですね競争力があって価格を下げる必要のないようなレーザーテックのような銘柄については安い日はしっかりとですね買っていけばいいのかなと、このように考えております。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には億の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。